1回戦 D グループは8フレまで終え下出がトップ。それを大中、さらに桜井が追う展開で、ゲームは終盤第9フレーム。さあ第9フレーム、バック出せたな。もうちょい、あっと、しかしここも割れてしまいました。D グループということはワイルドカード争いもね、これで1人が決まりますよね。そうですね。現在は安藤が232、尾上が220、そして小林芳美が198という3人のワイルドカード争い。そこにどの数字で入ってくるか。さあ絞りで、うまくスタートは切れたけど、どうか、来た、結果が来た、ガッツポーズが出ました。そして笑顔、まあ、丸山さんがね、よく投げているというと、やはりストライクきますね。4フレーム使いましたね、ここまで来るのに。17番、第5フレーム目のところでスプリット出たところから、それをね、最終フレームにつなげていきたいところですね。さあ桜井、ここは2本確実に取っていきました。ただ8フレーム続いて9フレームもオープンとなってしまいました。さあ大中です。現在ダブルが来ています。まだ少し下出がリードというところでしょうか。ストライクが来て逆転というところになりますけどね。ということはやはりその大チャンスをものにできるか。どうか、うん、スクライパーできた。ピンアクションが良かった大中なんて、高木持ってきましたね。よく持ってきた。これでリードを奪ったか。1位に出ましたよ、お腹が。3ピン差で下入れですね、はい、両者ストライクで10フレですね。そうですね、10フレ勝負となりました。さあ桜井、10フレの1投目は8音カウントになります。さあ下出の10フレ1投目、追いかける立場になりましたからね。1本目が綺麗に出ればいいんですけどね。うまく出た方ですが、さあどうか、お願い、お願いときた、お願いときた、もう最高、お願いストライクきた。一騎打ちやり始めましたね。はい、さあダブル、桜井です。フォアスペア、8本スペアとなりました。さあ下出としてはこの勢いで3つ続けたいところですね。そうですね、もう心の中でも大中に対して来るならかかってこいっていうぐらいの気持ちで次の投球はしてほしいですよね、はい、お願いお願いお願いときてストライク、よく来ましたね、今のも少しミーアクションに助けられたというのもあるかもしれませんが、そうですね、はい、ただこれで大中にかなりプレッシャーをかけましたね。はい、ただね、大中も全部持ってくれば下出に上回りますからね。さあ桜井の手振れ3投目、ここは9本カウント、桜井は159でフィニッシュということになりました。さあ下出、ここは少しでも多く倒して大中にプレッシャーをかけたいところです。あのか、9本、ということでこの下出は233でフィニッシュということになりました。さああとは大中を待ちます。大中は全てストライクですと237というところですね。そうですね、まあ、逆に言いますとストライク2つが求められているということですね、はい、キャラカーと天秤、キャラカーと天秤が残った。ワイルドカード争いもあります。そうです、まあ、しっかり216まであるのかな。はい、できました。ということで、まあ、この時点で安藤の232というのがワイルドカード枠一つ決まったということになりますね。はい、
どうか、うーん、倒れた。ということで216でフィニッシュということになりました。ただこの D グループは下出かなが準決勝に進出を決めています。下出がおよそ1年ぶりに準決勝進出。 A グループの安藤が最初のワイルドカードを獲得した。この結果、現在4位の小林芳美はワイルドカードを獲得できずポイントが確定。それにより森のチャンピオン決定戦出場が決まった。なんかこう運よく倒れてるし、じゃあ次はどうしよう、どうアジャストしようって考えるんですけど、なんか飛ばないなと思いながらも投げてアジャストできてなかったですね、はい、親指もなんかすごい湿気で抜けそうにない感じで、なんかその状態のまま投げちゃったから、なんかそこかなみたいな、汗にやられました嬉しい、すごい嬉しいです。準決勝自体も久しぶりなのでちょっといいゲーム展開を見てくださってる方々にお見せできたらなっていうふうに思っておりますので、応援よろしくお願いします。